中世には川越とも表記されたが、現在は埼玉県川越で統一されている。城下町として栄え、古くから小江戸と称された。古くからの川越は、現在の川越市の中心部にあたり、旧町技名では、大技川越とも呼ばれた。また現在の川越市東部にも大技川越が存在する。現在の川越市の中心部にあたる旧川越藩の 川越城下十七町と呼ばれた大技川越について述べる。川越市全体については、川越市を参照のこと。天正十八年、川越藩が立藩、官営十六年に、老中主座の松平信綱が、島原の乱鎮圧の甲で、川越藩主に栄転する。知恵、伊豆と呼ばれた信綱は、十家町四門前町という川越城下の町割を、行った。 これにさらに、合文や城付けを設けた。信綱によって、城の表玄関として、西大手門と南大手門が作られ、西大手門を起点に南方に、川越街道が、江戸まで伸びた。西大手門から西へ進む、大通りの先には、考察場である、札の辻が設けられた。ここを軸に、縦十三条、横十八条の大胸五番の目上に町割りが、 なされたまた、袋工事、鍵の手、七曲り、定次路など、城下町特有の街路が作られた。札の辻を中心とした一帯が、城下の商人地区である上子が町であった。町屋は、おおむねまぐち数間奥行き十五軒から二十軒の短冊型に区切られた。上子が町に隣接して職人町の、加護が、町があった。さらに、洋順蓮香る寺。 行伝寺、明陽寺が四つの門前町を形成した。この上五が町と下五が町は川越祭りなど祭礼では交代で町行事を出し、拡張名主の上に町年寄りなどを選出して調整を行った。大正11年12月1日に埼玉県で最初に市政を施行した川越の中心部であり、市政前の旧町あざめでは、 大和川越と包括された。明治38年、日露戦争の戦勝祝賀の時の祭礼、高沢町の脱出大正4年、大正天皇の御大天奉祝のための祭礼、志義町の脱出さらになどがあった。川越城下17町と呼ばれたが、時代によって町名が変わり複雑を極め、これらは昭和36年に町名地番整理が実施され、 現存しないものもある。明治26年3月17日に、幼児院門前から出荷した川越大河で、市街地の多くを消失。その後、川越商人は豪壮な大河建築である蔵造りの、昇家を競って建てた。その街並みは、川越一番街として、現在でも残っていて、札の辻から中町の交差点の間で見ることができる。この通りから路地に入れば、 時の鐘、歌詞や横丁などがある。歴史ある風景は高く評価されていて、都市景観100選にも入っている。また、元町、幸い町を中心とした7.8ヘクタールの区域が、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。ありがとうございます。